はい、始まりましたしゅうちゃんオートですね。スタート展開を読むということでですね、今日、川口オートレース場ではですね、キューポラ杯の優勝戦が行われます、ね、ここの12レース優勝戦のですねスタート展開を読んでいきたいというふうに思っております。頑張れまやちゃん個人的です、個人的です、はい、あくまでも個人的でございます。はい、ということで、早速ですねやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それではやっていきたいと思います。今日はですね 4100m 競争8周戦になります。ハンデの方は、0等という形の、ハンデ構成でございます。まずはですね、1号車の高石選手、高石選手ね、キュープラ結構縁が強いです。去年もね、優勝戦乗ってます。スタートしっかり、ね、今絶好調です、ね、スタートしっかり来ていくと思います。で、早船選手、今日ね、復帰後初めてね、優勝戦ということとあとはね、復帰にもかかわらず、優勝に乗れたというのはすごく、早船さんはね喜んでました。なのでね、すごくプレッシャーもなくすごくいいスタートが切れるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、そして丸ちゃん、今日いいスタート切りましたよね。はい、ただ突き抜けるまでのスタート力はちょっとどうだろうってとこですね。あとは神ちゃん、神ちゃんがね今日ね、スタートを攻めましたね。スタート攻めましたけど、いつもの神ちゃんだったらこういう風に突き抜ける。だけど今回の神ちゃんはどうでしょう。言ってもここまで。僕は五分じゃないから、ぼっとしたら。ね、今日いろいろ物議がありましたが、石本圭也選手、ちょっとこれごめんなさいね。石本圭也選手の外をですね、神ちゃんがこう行くことによって行き場がなくしてこう行ってしまって、永井大輔が、被害を受けたというようなレース展開もありました。ということはスタートは慶也の方が行ったということですよね。そうなった場合に確かに、こちら早船選手は元来速い選手、丸ちゃんは普通なので、こういう風な展開になった時にじゃあ早船さんを外からかましていけるのかどうかって言ったら、申し訳ないけど、早船さんはそんな甘くないですよね、うん、となった場合にじゃあこういう風な展開になるのかって、まずスタートいけるのかって言ったら、僕はちょっといけないような気がします。はい、で高石さんはこのままですね。そして広和、今日すごいスタートを切りましたね。文句ありません。もう僕はスタートに全集中だと思ってます。そしてまやちゃん、まやちゃんがポイントです。今日ね、思想タイムは平凡であったけど、まやちゃんにしては僕は良かったと思ってます。もしかしたら今日ドカンっていくのかななんていうふうに純潔を思いました。そしたら案の定ドカンといった。そして答え合わせをしたら、まやちゃん勝負タイヤできました。ラスト1走のタイヤだけど、この優勝戦もこのラスト1走のタイヤをあえて使ってくるというふうに言ってます。多分そうしたらですね、8周持つか持たないか、ここはまやちゃんの勝負ですね。僕はこの勝負にかけたいと思ってます。はい、ただ広和より先行けるかどうかって言ったら、ここは分かりません。多分10回やったら5対5ぐらいだと思いますよね。はい、なのでこういく可能性もあるし、こうなっちゃう可能性もあると思いますが、あえて5分。そして7号車三嗣選手、そこまでスタートは切れてない、まあ普通ですね。金子大輔選手も普通という形で、こんなような展開で、スタート1コーナーに入っていく。そして、まあコーナーですね、今日はこのまあ、正円部の部分ですね。ここら辺をちょっと見ていきたいと思います。で、2号車、やっぱり僕は先行くと思いますね。そして3号車。で、神ちゃんがここを少し覗くような形。そして、広和はもう外行きますよね。で、それについていくまやちゃん。そうすると、三嗣さんはどこ行くのか。まあ、ちょっと探し中ってとこですかね。金子大輔選手はちょっと遅れるような形。大輔はね、ちょっとね、記録がね、明日思想がね、まあ2秒台出てればちょっと戻ってきてる可能性があるんで、ワンチャンありますよね。もう、8号車は思想タイム見て、本当にね、みんなが307に一人だけ28とかってだったら、これ、大輔の一発あるかもしれないです。はい。そして立ち上がり。高石選手が普通にそのまま行って、2号車。早船選手が行って、丸ちゃんがここで行って、で、ここで、4号車の神ちゃんが、こういう風に行ってるかどうかですよね。
こういう風になってるかどうか、僕はごめんなさい、こうだと思ってます。で、ここで、5号車のひろかずがかまし気味に行って、それをくっついていくまやちゃん、こういった形になるんじゃないかな。もしかしたらこれが逆転してる可能性も十分にあると思います。そして三嗣さんですね、三嗣さんと、三嗣さん打ち着くのかな、この神ちゃん次第かな、うん、外行くかもしれないし、ここにくっついていくとなるとやっぱりちょっと、まあ、ワンチャンここ狙うかもしれないですよね。内側ちょっと救っていこうかなって考えもあるかもしれない。三嗣さんそれでよく見てますから、そういった形で、なっていくのかなと思います。このような形の隊列が、何周続くのかっていうことがやっぱりねポイントになってくるかと思います。やっぱり早船選手、あと高石選手、高石選手もね、ゼロ班ではありますが、持ちタイム結構いいタイム持ってます。僕はまあ、あえてね、スタート展開という形ではありますが、まあ、今回優勝戦ということもありますし、やっぱりね、怖いのは高石さんのまず逃げ、あとは、ひろかずの速攻、まやちゃんの速攻、やっぱりこの3者が一番怖いなと思ってます。はい。で、急激にね、先ほど言ったように、金子大輔選手が、ボーンと良くなったというふうになった場合に、突き抜けるっていうこともあるかもしれませんってなるけど、ちょっと辛いかなっていうふうには思います。はい。で、高石選手はですね、まやちゃんとの相性がめっちゃいいんですね。高石選手が出てる時ってまやちゃんで勝てないんですよ。そういうね、ジンクス、要するに、まあ、勝つ負けというよりも先着するんですよね、高石選手が。そういった、光景っていうかね、そういったね、パターンが結構多いです。だから意外と苦手にしてるのかもしれない。ただこういった形で抜けないっていうね、結果的にこういう風になったっていうパターンもありますし、1対1というよりもどちらかというとまやちゃんが遅れて高石選手が先着っていう、こういうパターンが結構多いです。ですが今日はね、まあこれはもうグレードレースですから、そのね、まあ、ジンクスみたいのを信じるか信じないかというところだと思います。高石選手いい逃げすると思いますね。タイヤの方も垂れずにしっかり8周回走れるんであれば、ここ頭ないことはないです。高橋選手がもし頭になるんであれば、展開的に言えばこの 2-3 がしっかり行って、神ちゃんあたりがこうに行ってここら辺ブロックしちゃうとか、うん、っていう形であれば、やっぱりね 2-3-4 が行ったら多分1逃げちゃいますよね。ここをさばけるのは5から後ろだと僕は思ってます。なので、やっぱり、ここら辺がねしっかりスタートで、2車とも両方ともこけるってことはないと思うんですけど、どっちかは行くんじゃないかなと思います。で、神ちゃんはそこ、それほどスタートはそんなにめっちゃ切れてはないです。スタート練習とかね、今日見てたんですけど、ケイヤとスタート練習何回かやってました。だけどケイヤの方が先行ってました。あ、ごめんなさい、ケイヤは今日いないんで、ケイヤが先に行ってました。はい。なので僕は今日ね、準決勝の時に神ちゃんは一切買わなかったんですけど、まあ最終的にはね、カミちゃんが外からかましていって、ケイヤが飛んでったっていうパターンがね、ああいった形で、カミちゃんが、優勝戦に、進出したという形になってます。なので、やっぱり主力はこの5号車、6号車が、やっぱりスタートですね。ここはもうスタート勝負です。はい。この2車がですね、僕は抜けるというふうに思っております。はい、ということでですね、スタート展開を読むということで、やってまいりました。こちらですね、今日が8周戦ということと、あとはソウル温度がですね、準決勝の12レースが37度だったと思うので、同じぐらいじゃないかなというふうには思います。もしかすると若干上がるかもしれません。でも40度まではいかないかなというふうに思ってますので、だいたい今日の、準決勝と同じぐらいね。準決勝の時ね、ちょっとね、風がね、だいぶあったんですよ。だからね、ソウル温度が下がりやすかった。だからもしかすると明日風がなければ40度ぐらいになるかもしれないです。そうなってくると、上がってくると、ちょっと心配なのがひろかずですよね。はい。でもひろかず、食いつく走路は、僕はしっかり乗ってくれると思ってますので、多少走路温度がね 2,3 度上がったとしてもそんなに影響がないのかなと思います。あとポイントはまやちゃんのタイヤが持つのか持たないのか、まあ、この1点じゃないかなというふうに思ってます。あと大穴を開けるとすれば、金子大輔選手が、疾走タイムがポーンと上がった時、そうなってくると結構な意味どころかなというふうには思ってます。あとは絶対王者高橋光、ここもですね、やっぱり見どころですね。一人で 2-8 というスタート、ね、持ってくれば、やっぱりこういうレースでね、三嗣さんがやっぱり疾走タイム一番時計出した時は、やっぱりこれ買わざるを得ないと。いくらでスタートで行ったとしても、その時の三嗣さんってやっぱ強いっす。はい。まあそこら辺がね、また
悩みどころかなというふうに思いますが、スタート展開からするともうやっぱり、ひろかずと、まえちゃん、この2社がもうズバ抜けてるんではないかというふうに思います。少しでも参考になれれば最高です。はい。またですね、この、スタート展開を読むという番組またやっていきたいと思いますのでね、ぜひ皆さん、コメント並びにチャンネル登録並びに高評価ボタン一つよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。では今日も一日頑張って優勝戦取ろうぜ。